茨城ゴールデンゴールズは、萩本金一が2005年に創設し、日本野球連盟へ加盟する、社会人公式野球クラブチーム。萩本自らがオーナーを務め、佐藤企画代表取締役の佐藤弘恵が、球団の代表を務める。プロ野球マスターズリーグ事務局の支援を受けている。別名、金ちゃん球団、略称、茨城 GG、GG。 茨城県稲敷市に本拠地を置いている。選手らは稲敷市に住み込み、野球と農業の両立を目指して活動している。萩本は社会人野球の実業団登録球団が相次いで廃部の傾向にあること、またプロ野球も再編の波に押されるなど野球界全体が揺れ動いていることを憂い、少しでも野球界の活性につながればとこのチームを。 結成することを決心する。チーム命名者は、糸井重里。社会人野球の頂点を目指して取り組む姿勢。さらに、萩本が運営するチームということで、金の中の金という意味合いも兼ねてつけられる。なお、萩本は、選手やコーチに自らを監督ではなく、金正しと呼ばせている。また、農作業や地域のボランティア活動も、練習の一環として捉え、 筋トレならぬ、筋トレと名付けて取り入れている。練習試合に限り個人スポンサー制度を取り付け、スポンサーのついた選手については、企業名名前を組み合わせた選手名を使用していた。また、その練習試合も全国各地を巡業、その地域の主力社会人、クラブチームと対戦しており、萩本がハンドマイクを片手に、 試合の解説や選手の激励などを行う工業形式の試合を行うなど、従来のクラブチームとは運営方法が大きく異なっていた。しかし2006年に解散問題が発生、また2011年に片岡歩美が監督に就任した際には、チームの運営方針をめぐって、従来の工業路線を維持したい萩本と地域密着型の運営に回帰したい片岡との、 間で見解の相違が起き、結果的に片岡側の意向に沿ったチーム運営が行われることとなった。これ以降、萩本はチームの運営には関与していない。創立当時、テレビゲームの実況パワフルプロ野球12でサクセスモードにチームが登場。プロ以外の実在球団が登録されたのは、これが初めてのケース。AS はシーケル2兵、4番は 添島ジマコであった。2006年7月16日に行われた、函館太陽クラブの創立100周年記念試合の対戦相手として招待されたが、その2日後の7月18日に、同志滞在中に所属選手だった山本慶一が、7月15日に函館市内にて、17歳の少女と飲酒や少女に身柄な行為をしたとして、 北海道警察函館西警察署に事情聴取されていたことが発覚。山本は7月18日、都内にて所属事務所である吉本工業から解雇が言い渡された。さらに山本の他に選手2名も少女に酒を飲ませたとして事情聴取を受けており、このため萩本は道義的責任を取るとして7月19日に時期、 未定ながらチームの解散を発表した。8月22日に行われた球団の農場、開園式にて選手数を半分以下にするなど、球団改革を行うと発表、選手全員を対象として試合実績や練習態度などを評価し、2週間後をめどに約20人を選抜、チームの再編を目指すとして、9月10日、球団事務所にて、 所属選手の半数近くを削減するリストラを正式に発表した。所属の40選手中、山本に関わっていた2人を含む16選手が対談。5選手は自主対談を拒否。このことにより5選手は試合には出場できないが、対談もしない、処分保留となった。なお、山本については最も重い除名処分となっている。山本は、その後、 2007年の日型キャンプにも訪れたりしているが、萩本によりすぐに追い返された。黄色の帽子をかぶり、金ちゃん走りをしているパンダ。目が、ゴールデンゴールズの頭文字、G になっている。チームの名付け親でもある、糸井重里によって作られ、自ら、どんぶりどんと名付けている。2005年6月、宮崎県日向市での練習試合後、萩本は、 宮崎にもゴールデンゴールズを作りたいと、日向市を本拠とした姉妹チームを結成したい構想を明らかに、その後宮崎ゴールデンゴールズが結成された。ありがとうございます。